今回ねちょっとあるまあまあ自分らもう若い時にずっとこう応援してもらったまあその人から聞いた話なんだけどね、ええ、そのまあそれはまあまあ,そのまあ大阪場所の時とかそういう時うちにこうちょくちょくこう稽古来てた部屋がある港部屋って言うんだけど港部屋ってあったよねそ。のそのまあまああ仲良くしてる人からちょっとこう こういうい話があるんだけどって俺 YouTube でねちょっとしてくれないかみたいなまあちょっと前置きちょっと長いけどちょっと最初に振りはちょっと長く話させてもらうけどもともとなんで港市とあの港,港部屋のね港富士と仲良かったかっていうと大阪場所でうちの部屋に港親方って前のね二代目豊山の,あの港親方っていうのが 稽稽稽古古古ずずっと稽古ね稽古ずっとまああの親方は、まあ、今で言ったらもう,もうクビになるだろうけど、まあ、熱血感ものすごいあってねもうでもこう毎朝5時には必ず弟子を連れて稽古は来て、まあ、まあ必死になってもうね弟子をなんとか強くしようと思って。 昔はまあそれで許されたんだけどね。それでまあ熱血に指導してたんです。まあだからやっぱもう血がガーッて上りすぎるんだろうね。もう、もう俺ら、まあ港市とかは俺より1年後輩だし、まあ同期生とかいろんな、まあその時はあんまりもう、うちの部屋はある程度秋ノ島さんとかみんなね、豊臣さんとかまあ幕舎ぐらいの相撲取りいっぱいいたから、まあある程度だから稽古場来て。 で稽古してたんだけどやっぱりやっぱ練習の量っていうのはやっぱり全く違うじゃないですか、うん。1> で一日もう港部屋でももうねうち来たら100万以上稽古するわけですよ五時から来てね。でまあまああんまり強くなかったけどその時は。ででもも毎日だからもうそれで こう、もうもしまい目にはもう、ま、頭変わってきてもうこんな、なんていうのこちょっとこういうふうなこういうふうなその段差のあるその、灰皿の重たい 20kg ぐらい重たいやつでそれで置くやつあるじゃんこういうふうな灰皿それで重くそだからそれ、ね、若い人ぶん殴ったら死んじゃうじゃないそれ。ね ほんはもうそう親方もうちの部屋の師匠も,もう大概怒んないけどもう湊さんもうそれはダメだとか言ってて親方がもう止めるぐらいだったぐらいうん熱血というか熱血というか怒ったらもうお前らテれっとしやがってみたいなうんでそれぐらいの親方だったそういう親方で,でそれをもうまあ湊王子なんかはやっぱりもうそんなこと があってもずっと辛抱して辛抱して稽古してねうんそれで幕府ちゃ港市って相撲取りはうんだから我慢強いわけよ結局ねその人間的にはだから俺はだからもう15から知ってるからだから多分まあ今親方やっててもまあ調子いいことは言うだろうけど我慢強い男なのよこの男っていうのはでまあ奥さんもまあ病院の先生だから病院の先生と一緒になって でまあ部屋を起こしてだからまあ一丸となってねほんでまあ関取を育てたとまあ関取育てたっていうか一之条っていう相撲取りねで一之条って相撲取りを育てたのはいいけど一之条もともとまあまあ紹介したのは高野原の関係でうん一之条を紹介したうん紹介して <うん S 1> そしたらその一之条を紹介した関係で入ってまあまあ最初の頃はね やっぱり言う,うことは聞くじゃないですかうこと聞いてまあまあ部屋一丸となってねなんかまあその <laughs> からと最近だから逸ノ城はまあお酒を飲んで暴れるとかで一般の人にも手を出すとか実際にだから逸ノ城本人から聞いてないから俺分かんないけれども <laughs> その <laughs> の話だよだからその逸ノ城が暴力振るうとかそれとかあのおかみさんに手を出すとか。 うん、だからもしそれが本当だったらどう一般の人がこれ聞いてて許されるそれをちょっと許されないですね。アウトだよねもうねそうクビだよね、うん、普通にアウトだよねだからそれがだから本当か嘘か分かんないよ、うん、でそれをだの、うん、人から聞いてほんでうそういうこともあるんですよって言われてじゃあそのまあまあその人はだ実際に見てるから、うん、多分多分じゃないね100%そうだと思いますよ まあ実際に港人に話を直接聞けばいいんだろうけどだから港人とはもうだってこんな俺が YouTube 出したら港人がこうやって言ってたりしたらクビになるわけじゃん俺のとこにコメント出したりしてもまあうるさいね小車とか秋の島とか八角とかいるわけだからねまあそれはもうしょうがなしにしててもだからこれ聞いた話で聞いてちょっとやっぱりアウトだよね。どどうするのかかわんないけど 理由はどうあれ、うん、一般の人にね、うん、そういうのも。でも酔っ払って酔っ払ったからわかりませんとかそれはだって酔っ払ってたからね人を殴ってすいません酔っ払って済ますまされる問題じゃないし今はもうそういう時代じゃない。だからそれそうなった時にやっぱりやっぱり日本人ともうこれ。 これ差別とか区別とかそういうのは別個としてやっぱりこう外国の人が入ってきたらやっぱりこう日本のやっぱりこう 風習とか、そういうのちゃんとやっぱ教えていかないかんし。それが、やっぱり分かって初めて入れるとかね、していかないと、これ、これから先。もう、そういうので、もう、みんな苦しい目に遭うことが多いと思うし。どっちが悪い、どっちがいいとかいうのは、やっぱいろんな見方があるじゃないですか。まあ、俺、どっちかというと、やっぱり、自分らはもう、だって、毎日怒られて育ってた人間だから。あ、それは、ね、悪いことしたら、怒られるもんだと思ってるから。うん、今はもう、だって、もう、そういう、もう、社会がそういう風習。 なってるからだからなんか悔しいものはあるけど悪いことしたら悪いって怒られなきゃいかんしうんそれに関してはだからまあ,ある意味一切ね表には出てないっててていいいうかか表表にに出出ななよねだから表に出てないけれどもこれねもしじゃあ思い切ってじゃあじゃあ港親方が港牛がじゃあクビにしたとしてそれ,でそれはかわいそうだよなっていう人間もいればねいやいや当たり前だと思う人間もいるし。 それはでも一番やっちゃいけないのは、女の人に暴力振るのは絶対やっちゃいけないね。酔っ払ってたからって言ってもね。それも、俺らからしたら、港親方とか、おかみさんっていうのは師匠だから、ね、いくらどんなことがあっても、言われても、ね、その手を出したりとか、そんな、いや、冷静になって親方こういうふうに思いますよっていうのはオッケーだけど、ね、感情的になってわーとか言うのは、それはだって、今までこれ何百年って続いた相撲の歴史の中ではこれはアウト。